大笠から1946年3月17日は、中華民国の政治家、軍人。字は、雨の王。救命は春風、印いらん。1910年、文系高等小学卒業後、石膏省立、第一中学に入学したが、宿舎の管理が乱雑であったとして、除籍処分を受ける。帰郷後は部来館としての生活に出したが、1917年、 節軍第一子も繁栄に加入し、軍人となる。1926年、候補軍艦学校第六期として入学し、合わせて中国国民党に加入した。以後、小解析の反共路線を支持し、中国共産党や国民党左派への監視、調査活動に取り組むようになる。北伐や反省派との戦いでも、軍事情報の収集に努めた。 1931年9月、満州事変が起きると、小解析の命により、候補軍艦学校出身者による三民主義、立候補者が設立され、大龍は候補幹事に任ぜられた。さらに、省の指名により、特務署所長となっている。1934年7月、南正幸秘書ところ長査上高校課長も、兼任し、全国20カ所に特務組織を、 次々と成立させた。大龍は、新日派の軍人、政治家や、共産党、民主党派の活動家を監視、弾圧、暗殺する秘密工作を展開していく。例としては、新日派の長高市業や中国民権、保障同盟総幹事の要恐仏の暗殺などが挙げられる。西安事件後、逮捕された、長学寮の習慣、護送は大龍が管轄し、 また、1937年12月には、洋子城夫妻の逮捕も実行した。第二次上海事変により日中戦争が本格的に勃発すると、大龍は、上海へ赴き、と月賞らパン会と連携して、祖折行動委員会や、別動武装隊を組織し、前線の国民革命軍撤退を側面支援した。1938年5月、 これらの武装組織を中義急国軍と改名し、自ら総指揮に就任して、観光に駐屯している。同年、蒋介石が批判の集まる秘密組織の解消を進めたため、立候補者、乱医者は解散された。それに伴い、大龍は、軍事委員会調査統計局副局長に任命され、以後、軍統組織の整備に尽力する。1942年には、 軍刀の構成員は4万から5万にまで達したとされる。また、大流は軍刀の影響力をさらに拡大し、国民政府や国民党、国民革命軍の内部にまで浸透させていった。1943年4月にはアメリカ海軍の情報機関と協力して中尾特殊技術合作所を設立し、大流が主任となっている。これにより、アメリカの調査技術、 知識の導入が図られることになった。対流が巨大化させた軍統の秘密工作活動は日中戦争期間中、ますます活発となった。共産党、民主党派用人の弾圧、暗殺に加え、ハノイ滞在中の王朝名暗殺未遂事件を起こしただけでなく、実際には日本に投稿する意思がなかった、当商議までも、 日本に利用されることを恐れて殺害するなどした。日本軍自体に対しても様々な拡乱工作などを仕掛けている。その一方で、1939年末から1940年9月にかけて大龍は軍統香港港を介して今井武雄との間で和平の秘密交渉を行っているが、結局情勢の変化により妥結しなかった。さらに、 南京国民政府の要人、特に、州復会の一派との連携を密にし、これを利用しようと図った。これら南京国民政府要人との接触は、対日工作であっただけでなく、これら人物たちの共産党への寝返りを防ぐ狙いもあったとされる。日本敗北後の1945年8月から、大龍は、南京国民政府の旧支配置へ乗り込み、軍刀を呼び、 中尾合作所上海弁ン所を設置して、事後処理に当たっている。1946年3月17日、大龍は、太汰から南京へ、飛行機で向かった。しかし悪天候が原因で、飛行機は南京、上海のどちらにも着陸できず、助手に向かおうとして、南京市上空で墜落し、大龍は死亡した。 去年50、死後、陸軍中将を追蔵された。大龍が、ねじろとしていた、軍党も、保密局として中華民国国防部参加に組み込まれ、大きく、権限を縮小したが、一方で、これが、国境内戦で、国民党が敗退する、大きな要因になった。小海石は、大龍が生きていたら、台湾に撤退せずに済んだのに、との地に述べたと言われる。 ありがとうございます。